漫画家水木しげるさんは現在86歳。その人生を振り返るとき、思い出の半分を占めるのは戦争のことです。水木さんは壮絶な戦争体験をくぐり抜けてきました。昭和18年、将来の道も決まらず21歳になっていた水木さん。そんな水木さんのもとについに召集令状が届きます。召集令状が来た時はどんな気持ちでした？いよいよ来たなっていう気持ちですよね。その頃はね、そういうこう雰囲気がね、しょっちゅう召集令が来るような雰囲気だったから、今とちょっと違うんですわ。だから召集令はやがて来るだろうと思ったら、さっと早めに来てね。墓場に行くような気持ちで出征の日を迎えた水木さん。それとは裏腹に、見送る人々は熱気にあふれていました。水木さんは鳥取の連隊に入ることになりました。そこで待っていたのはビンタとしごきの日々。集合に遅れれば殴られ、銃が錆びていると言っては殴られ、水木さんは誰よりも殴られました。召集令状が来て鳥取の連隊に入って、結構ビンタ食らったって聞いてます。そう、私は特別に多かったですね。ビンタがみんなよりも多かった。あ、言うことを全然聞かないから、聞いてないわけですよ、はい、公平殿の言うことを聞いてないんですよね、あんまり。あ、先輩の兵隊の言うことを。だからパチ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 、何かというと水木さんが殴られてた。なんで言うこと聞かなかったんですか？要するに全然大日本帝国の兵隊としておかしかったんだろうね。とにかくパチ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 、面白い本殴られてたね、代表で。殴られても平気だったんですか？平気の兵隊もんですよ、強いから。うわ、殴れたって別に死ぬわけじゃないしね。まあ軍隊はこれでやったんじゃいかんっていうことになって、はい、平手ですけど、はい、で私はだから軍隊入ったのはいいけど、もう言うこと聞かんから、言うこと聞かんっていうもう軍律に反することが多すぎるから、すぐ野戦です。ニューギニア行きですよ。水木さんが送られたのはニューギニア、ニューブリテン島のラバウル。すでに島の半分を連合軍に占領されていました。行く手を阻む熱帯のジャングル、恐ろしいマラリア、そして食料不足。ラバウルは生きて帰ることはできないと言われていた激戦地でした。水木さんは島の中でも最前線に送られます。昼間は一日中陣地作りに明け暮れ、夜は風呂当番。ここでも水木さんのビンタの日々は続きました。もう一日中仕事作業、陣地構築です、はい、穴掘って毎日こき使われてね、喋、はい、る時間もないぐらいでしたね。しょっちゅう穴掘りだから毎日、敵が組んで陣地作らないか、毎日作業、重労働です。
だから飯食う時だけは食えるけど他重労だから、あとだから疲れても寝るっていうだけですね。食事は食べたんですか？食事はあんた腹は真っ先すきますから、はあ、食事は大事ですよ。ああ、食事は食べる気力もなくなりそうですけど。いや違いますよ、ものすごく腹減ります。ああそう、普通の倍ぐらい減る。ああ偵察任務についていたある朝のこと。水木さんの正体は敵の奇襲にあいます。9人の兵隊が全滅です。何してたんですか？私一人来て前の方で望遠鏡でオウム見てたら、はい、私一人助かった。オウム見てたんですか？オウムがまた綺麗なんですよ。一つじゃないですよ、10羽ぐらいいる。で話してんですお互いにね、はい、楽しそうに、はい、南方の朝気持ちいいからね、うん、そういうとこであんた色の綺麗なオウムがね10羽ぐらい話していればそっちでもこうしてみますよ。水木さんは本当は見張りしてたんですよね？そうそう、見張りしてた。見張りしてたけどもちょうどその時敵は後ろから来たから、後ろから来た、はい、弊社は後ろにあったからね。だからはっと気づいた時は3発の弾が来て、はっと気づいた時は全滅です。水木さんは無我夢中で逃げ出しました。その時やっぱり死ぬか生きだから逃げるの早かった、はい、2時間であの軍隊の上部の靴のね底が抜けた。走ってそれほど一生懸命走ったんだね、靴捨てて、うん、でまた敵がいると間違えて海飛び込んで裸になってしまってね、2、3日だから裸で逃げてた。あの銃とかそういうのは？銃捨てた。捨てた？捨てちゃいかんって言われてるけどね、重いの。でも軍人は銃を持っておけっていう、うん、銃捨てちゃいかんってことなんだ、自分の体捨てても銃は捨てちゃいかんってような感じでしたからね、はい、だけど私は真っ先にしてたら重かったから。重いの？そう、重いですよね。そこもやっぱり水木さんのルールですか？うん、そう、早い、判断が早いからね。判断が早い、もういいと。追ってから逃れるため一日中海を泳いだ水木さん、疲れ果ててジャングルに分け入りました。この時水木さんは不思議な体験をします。断崖絶壁みたいなとことかジャングルの中真っ暗だけど一回も転んだことがない。うん、だからやっぱりあれ不思議ですよ。ジャングルの闇を逃げ返ってもう一回もこけない。どっかにぶつかったりしなかったんですか？うん、しない、何にもない。むしろ保護されてるような感じ。だからそういうピンチの時とかなんかにやっぱりそういう異次元のものが作用するんじゃないかな。こういうところでその不真面目にニヤニヤ話してたってダメなの。やっぱりそういう本当の時にちゃんとお化けが助けるわけ、向こうこっちも信じてれば向こうもそれに応えるって感じ。たった一人でジャングルをさまようこと5日間。水木さんは奇跡的に部隊に生還しました。ほっと一息ついた水木さんでしたが、そこで小隊長に言われた言葉に愕然とします。
なんで死ななかったんだって言われた。そうそう。そうなんですよね。ひどい話ですよ。そしたらあの小隊長少尉だけど、なんでお前だけ来て帰ったんかってに驚いたね。歓迎されると思ったら死ね。あれには驚いたね。お前だけなんで来てんだって。そんなバカな話なんじゃん。生きてんのに。しょっちゅう全員死ねですから、だから生きて帰ると怒るんですよ。それはでも水木さんのルールにはないですよね。うん、そうですよ。生きるより死ぬことを美徳とする軍隊のルール。水木さんは大きなショックを受けました。それから数日後、マラリアを発症してしまった水木さん、熱を出して動けなくなってしまいます。そこに敵軍の爆撃が。水木さんは左腕に重傷を負ってしまいました。向こうはあのやっぱり熱帯でしょ、だから腐りやすいんです。だから初めはね、可能してこんなの、まだ手があったけども、こんなんて切らなダメだってことで切ったけど、瀕死の重傷を負い、水木さんは生死の境をさまよいます。誰もが助からないだろうと思っていました。しかし胃が良かったんじゃないかな、人よりも。親父も胃が良かったからね。なるほど。皿まで食うような勢いだったの、親父はね。だから私も胃が良かったから、ね、大怪我なさって、もうマラリアにもかかって、そういう時にもうダメかなって思ったりしました。あのね、私の場合はね、よほどダメでもね、ダメとあんまり思わない方なんです。あるいはダメだと口で言っても、心じゃ絶対死なないっていうあれがあるから、うん、絶対生きるっていう気持ちあるから、本当はそれほどびくともしないんだ。本当はね、表面はあの弱ったような顔するけど、それは違う。私は必ず生きて帰るってあれあったからな。空腹がとにかくつらかった水木さん、ある日現地の人々が暮らす村で食べ物を分けてもらえることを知ります。現地のトライ族の村を訪ねた水木さん、そこは水木さんにとって天国のような場所でした。チェカスというところへ行ってたんです。割と信者ってね、素朴だから、すっかり気に入ってしまったんです。私は毎日行っておてたわけですよ。あの日本の陣地構築を休んでね、マラリアだってやなこと言って休んじゃ、毎日原住民のところ行って、毎日ってた。でも本当は行っちゃいけなかったんですよね。そうそう、それはいけないことになったんですね。だけどそんなもんだ、問題じゃないですよ。あ、それはもう水木さんのルールで、ええ、いいわけです。毎日行って、夜まで行ったりなんかして、あら、向こうが踊れてんの、わーって夜も来た、夜行ったな。あら、夜どういう生活してるかっていうのを観察するために、あ、こういう断崖を登っていくんですよ、夜。はい、断崖ですから、行くまでこうやって一人で、うん、夜断崖を登っていくから、向こう踊るかなーって。食べる方はどうですか。食べるのは
それがまたいいんですよ。火を焚いてね、ええ、そこでこう串焼きにしてく、何でも芋でも何でも串焼きにしてく、あるいはバナナの葉っぱにくるんで焚き火の中に入れれば芋でも何でもちゃんと吹けてますからね。バナナの葉っていうのは癖もんなんだな、あれね。あれであれすると芋でも何でもうまくできますってなことからすっかり気に入ってたわけですよね。森の中で精霊と共に生きるトライ族の人々の生活。水木さんはすっかり虜になってしまいました。すいません、あ、じゃあちょっとお借りします。すいません、ありがとうございます。貴重な絵を、うん、これですか。あ、これみんなの戦地です。あ、ジャングル、すごいです ね、 山ね、よく持って帰られましたね。あ、あ、地元の子供です。現地の、現地のそうそう、時間があればこれ書くわけです。はあ、他のお仲間の方をご覧になって何かおっしゃいました？上手だなっていうわけです。いや、そりゃそうですよね。ヤシの実に腰掛けて、ねえ、はあ、すっかりあの気に入ってたの雰囲気が。ああ、何が良かったですか？なんていうかゆったりした生活、昼寝の時間もあるしね、3時、またね2時か3時ごろ暑くてね動けないですよ。だからそれは昼寝の時間なんです、うん、でそういうふうにあの日本人には昼寝の時間ない、働いてばっかりですもんね、ま、向こうは昼寝の時間なんです。だから何かにつけて具合が良かったんです。水木さんの教え方に合ってたんです。あ、なんかすごい素敵な女性がいたんですって。綺麗な女の人がいましたね。エプペっていうのね、はい、いましたけど、それをまたねあの日本の兵隊がねからかうんですよ、美人だから、はい、相当私のあれをねあの悪口言ったりすると怒るんです。それがあ、エプペさんが、エプペさん、え、うん、水木さんの悪口言うと怒る。日本兵は怒るんです。え、日本兵は怒る。あら、立派なお方だってわけですよ。うわ、うん、エプペさんとなんか結婚しちゃおうかなとか思いませんでした？エプペさんはね結婚してたんですよ。あ、してたんですか。向こうは16歳で結婚するから、はい、その後もトライ族の人々との交流を深めた水木さん、すっかり仲間と認められ専用の畑を作ってもらうほどでした。しかしある日、それは日本敗戦の知らせでした。トライ族の人々に別れを告げに行ったところ、返さないと俺ってわけで、あの将校室に頼みに行ったりしてね、日本の軍隊の原住民の人が頼みに来るんですか？将校室行って、あのあれこっち残しやれ、水木さんにいてくれと。いや、あの将校室行って言うんです、隊長に。はあ。で水木さんはどう言ったんですか？いや、ニヤニヤしてたんだけど残ってもいいって感じだから。残ってもよかった。あら、そしたらあの軍医に説得されたって、お前とにかくお父さんお母さんの顔を見てからにしろってわけですよ、元の話で。そりゃそうです、ね、そりゃそうですね。だから日本帰ってまたもう一回こう来るつもりやったら、日本一旦帰ったらマカサが占領しちゃってダメってわけだから、はい、で行かれんやんのって。本当だったら向こう行って今は大農園の親方になってたから、ね、後年人気漫画家として忙しい日々を送るようになった水木さん。
それでも南方での生活を忘れることはありませんでした。終戦から26年後、ニューギニアを再び訪問。友人たちと再会することができました。水木さんが理想の暮らしを発見したニューギニアの地。しかし同時にここは多くの戦友を失った場所でもありました。ニューギニアの旅の後、水木さんは一冊の漫画を書き下ろします。総員玉砕せよ。ここには水木さんが実際に体験した戦争と戦友たちの死が描かれています。ご自身の戦争体験を非常に克明に漫画にされてますよね。あれはね、全く不思議なんですよ。書かされたって感じ、書いてしまってからみたいな感じです。その出来上がるまでなんか無我夢中ですよね、出来上がってから、ああってなことです。誰が書かせたんですか。誰が書かしたかね、やっぱり死んだ連中だろうね。やっぱ死ぬときは無念だからね、残念だから、彼らが欠かしたと思っても間違いないかもわからん。だいたい戦争っていうのは無理なんじゃないですか。無理。20歳とか21ぐらいな青年を殺すっていうのはやっぱり無理なんですよね。不自然なことなんですよ。アメリカも日本もねえよと私は思いますよ。だから自然の声ですよ、そういうことをしない方がいいって自然の声だと思いますよ。